どうも、おはようございます。ナミさん、お疲れ様です。今回ですね、目標達成のために、まあ、捨てていこう、みたいなね、感じでお話をいただきましたけども、まあ、これね、私もね、整理整頓っていうね、定義と、どのように身の回りを整理してるかっていうことをね、ちょっとね、参考になればと思って、えー、私自身のためにもちょっとまとめてみたんですけども、まあ、そもそも、整理整頓っていうのは、整理っていう言葉と整頓っていう言葉に分かれるというふうに聞いたことがあります。整理っていうのは、まず、 必要なものと必要じゃないものとに分けるってことですよね。で、正頓っていうのは、必要なものを整理してしまっておくこと。ね、出しっぱなしにしないってことですね。で、正頓の整頓っていうのは、必要じゃないものを捨てることというふうにね、決めていくと、まあ目の前からどん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 物がなくなっていくはずなんですけども、ついついね、捨てないものが出てきちゃうんですよね。いつか使うかと思ってね、こういったもらったメモ帳がテーブルの上にあったりするんですよ。まあこのメモ帳はね、使っちゃ、 捨てて使っちゃう捨ててするんですぐなくなっちゃうってところはありますけどもまあでもこう見回してみるとねそういえば3日以上使ってないものがあるなって感じるんですよさあここからですね私の整理整頓術ですけどもたまに見回してみてね3日以上触りもしてないものっていうのはあこれは3日以上使ってないってことは相当長い間使わないなと思って箱にまとめてしまうことにしますよね押し入れなどに それで、あれ、そういえばあそこ、どこに行ったかなっていうね、あの、3日以上使わなかったんだけど、不意に使うことがこう思いついたものってあるじゃないですか。そしたら、前回しまった箱を開けるんですよね。そうすると、取り出すことも簡単ということで。で、逆に箱の中に入れて、そのまま困らなくなったものっていうのは、今度はもっと奥の方にしまうことにしてるんですよね。 そういう感じで、3日使わないもの、3ヶ月使わないもの、3年使わないものっていうふうなカテゴライズをして、3年以上使わないものは廃棄というね、そういうふうな1軍、2軍、3軍というふうな整理整頓ししますかね。まあでも本当困ったことにここまで考えても、ペーパース買ってるでしょ。なんか相当ペーパー列したはずなのに、紙がどんどん増えていくとかね。どうなってるんでしょうね。うん。こうやって、 手元に本があるんですけど、あ、読もうと思ってここに置いてるんですよ。3日以上読んでないですね。ダメですね、やっぱりね。<laughs> はい、ということで、なんかいたちごっこしております。お疲れ様でございます。皆さんの机の周りはいかがでしょうか。